まあ、今回ティーラトンが代表に参加してくれなかったことに関しては本当に自分自身チームにとっても残念なことです。大きな戦力を失ったなという感じはします。ただ彼は代表に行きたくないとか代表拒否してる中で今回来なかったことではなくて、やはり日本にいる、これは J もそうですけども、やはりコロナ禍の厳しい状況を感じている選手がやはり海外に出て自分自身家族に対するそういう過敏になってコロナに対して思っていることが強いので、そういう中で代表を断念してしまったということであって、決して今タイの中で報道されているような拒否をしているわけでは全くないので、まあ、その辺は皆さんには理解して、また次のチャンスに対して彼がチャレンジしてくれることを自分自身は期待をしています。